こんにちは、ミントです。先日新元号も発表され、いよいよ2019年5月1日からは平成が終わり、令和が始まります。今年は天皇陛下が生前退位されるということで、昭和から平成への変化の時にはなかった祝賀ムードが流れています。新天皇の即位に伴い、ゴールデンウィークは10連休となり、開元に向け世間はにぎわっています。では平成が終わり、令和という新しい時代が始まると、世の中には一体どのような影響があるのでしょうか。今回は平成が終わると起きることを4つご紹介しますね。経済効果。例えば結婚を考えているカップルの中には、令和の時代がスタートする2019年5月1日に入籍をしようとしている方も多いようです。このように新しい時代がスタートする節目として、生活環境を変えたり何か新しいことを始めたりすることを考えている方も多いのではないでしょうか。新しいことを始めるときには何かと出費がつきものになってきますよね。引っ越しであったり、生活の節目としてショッピングをしたり、習い事を始めたり、そういったところで経済効果が見込まれているのです。平成が終わってしまうのは名残惜しいですが、令和のスタートにより世の中が少しでも活気づけば嬉しいですね。平成が再注目される。平成の時代にも昭和の時代や名曲を振り返る番組がたくさん放送されていました。令和の時代が始まれば、今度は平成の時代が懐かしまれ振り返られる立場になります。新元号が発表される前からすでに平成という時代を振り返る特集が多くの番組で放送されています。開元に伴い、平成を代表するものや音楽が平成が終わることで再度注目され評価されるのです。ちなみに新元号令和が発表された直後から、令和というフレーズを取り入れた楽曲のリリースも多く発表されているようです。企業が対応に追われる。元号が変わるのであれば、もちろん手帳やカレンダーも新しい元号のものに変えなければなりません。祝日を反映させたり、平成の表記を令和にデザインし直したり、対応に追われることになるのです。またデータを元号によって管理するようなシステムを利用している場合にも、新元号に向けて新しくしていかなければならないため、 IT 企業も対応が必要になります。平成が終わることにより、業界によっては大きな影響があるんですね。詐欺が増える。銀行口座の登録などにおいて、元号が変わるために登録情報やキャッシュカードの確認、変更が必要だといって口座情報やキャッシュカードを不正に入手する詐欺などが増えています。確かに元号が変わると決まった時は、平成32年などと記載されている運転免許証なんかはそのまま使えるのかなど、身の回りの様々な書類について疑問に思った方も多いと思います。自分が疑問に思っているところに、改元に伴いキャッシュカードの変更が必要だという封書が届いたら、やっぱりそうかと思わず信じてしまいそうですよね。この詐欺により、すでに大金を騙し取られる被害者も出ています。祝賀ムードの裏には、このような怖い詐欺が多発していることもしっかり認識しておく必要があるでしょう。30年以上続いた平成という時代もいよいよ終わりを迎えます。少し寂しい気もしますが、新しい時代の幕開けとして、何か新しいことにチャレンジするきっかけにもなってくれるのではないでしょうか。新元号令和が発表され、令和くん、令和ちゃんと名付けられる子供がこれからたくさんいるのではないかとも予想されています。自分がこれまで生きていた平成という時代を振り返り、平成での一番の思い出は何だったかを考えるのもいいかもしれませんね。ただ詐欺だけには自分でしっかり注意して気をつけたいですね。それでは
次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみの。